されていますけども、まあ、実際どういうふうなことをやっているかというのはなかなかご存じない方が多いんじゃないかというふうに思います。まあ、火山は複合科学ですので、いろいろな専門分野の人が集まって火山を研究しているんですけども、まあ、私はこの中の化学屋さんですね、化学のところに離属しているんです。で、まあ、私専門家化学なので一番目立つ一番上に書いてるんですけども、まあ、火山を研究している中では一番少数民族に離属している人間というふうに言えるところです。おそらく皆さんが一番火山としてイメージするのはその青いところですね、物理屋さんだと思うんですね。火山が活発になると地震が観測されたとかですね、地殻変動で山が膨らんだ、まあ、こういうふうなことが流星の流れ、まあ、これはその物理学的観測なわけですけども、まあ、私は化学的観測をしています。それは何かというと、ここに示してあるようにですね、山でゴーゴー吹き出してくるその火山性のガス、これをサンプリングして分析する、あるいは火口に溜まっている湖、そこの水を分析する、あるいはその周辺の火山性温泉をサンプリングして分析する、そういうふうな化学組成の変化から、今火山の状態がどういうふうになっているのかというのをまあ明らかにする、それが火山化学と、まあ、そういうふうな分野になります。で、まあ、私、今こういう格好で出てきましたが、これ、我々、火山学者の一般的なユニフォームだと思ってください。特に我々、化学屋はですね、実際にその火山に行って、さまざまなサンプルを手に入れないと、それを分析することができません。ですから、まあ、現地調査が非常に重要になるわけです。で、当然、いつ何が飛んでくるか分かりませんから、ヘルメットは絶対必要なわけですね。分析飛んできても自分の身を守る。それから火山ガスが太陽に出ているようなところに行くと、場合によっては火山ガスでやられてしまうかもしれませんから、こういうガス、こういうものは必需品ということになるわけです。で、それから、まあ、背負っているこの中にですね、さまざまなグッズが入っている。ここに今、鈴が入ってますけど、これは、これいい音でしょ。結構長いんですけど、音よくてね。熊よけの鈴です。熊本には痛いんですけどね、実際山の中で本物の熊に会ったらもう大変ですからね、必ずこういう鈴つけてるというのがあります。それから、この後ろを開けるとですね、さまざまなグッズが入るんですけども、例えば、希釈、水をすくって取るための希釈ですね。それから、例えば、ここに温度計のセンサーがありますけども、まあ、こういうので温度を確認して、で、試着ですくって、サンプルを取ってきて、で、それを分析すると、まあ、そういうことをすることになるわけです。で、私、今、その火山を研究する人間として、この大学に席を置かせてもらっているわけですけれども、私の過去がどうなったかっていうのを、まあ、ちょっと的に恥ずかしいんですけども、ご紹介しますと、少年時代、無謀な夢を持ってました。考古学者になりたいと小学生の時に思ってたんですね。まあ、今思うとなんか笑っちゃうんですけども、考古学者になりたいとその当時思っていて、中学生になって天文学者になりたいと思って、高校になってちょっと現実的になるんですけども、高校の科学の先生になりたい。で、私はこの上智大学の理工学部の化学科、化学科を今は亡くなってしまいましたけども、まあ、そこに入学して、化学を専門としていこうというふうに決めたわけです。で、そしてその科学科の、授業を受けている中で私は、非常に大きな出会いをしました。それは地球化学というそういう分野を知ったことです。地球化学というのは科学的な視点からその地球がどういう状態にあるか、地球上の現象を解明しようと、そういうふうな学問です。で、その中の一つに火山化学的に見る火山化学というそういう分野が、まあ、あったわけですね。で、その当時私が授業を受けていた、小坂丈陽先生という非常に有名な火山化学の先生が地球科学の講義をされていて、私はその先生の講義でものすごい感動することになるわけです。それは何かというと、その当時伊豆大島が非常に火山活動が活発で、まあ、もうすぐ噴火するんじゃないかというふうに、まあ、言われていました。で、先生は自分の観測データをもとにして講義の間に今こういう状態であって今後こうなるんじゃないかと話をしてくれて、来週の講義までの間にはおそらく噴火するかもしれない、そういうふうにおっしゃったんです。そしたらその日の夜です、講義を受けたその日の夜です、伊豆大島は噴火して先生はテレビに出ている、で、解説している、これはどういうことだということで、私はその世界
から大学院での研究でこの日中大学の地球化学の研究室を選んでそこで学びました。そこが草津白根山の火山観測、化学的な火山観測を、リコンパクトができた通りですから今だともう50年以上続けている研究室です。で私は幸いその後を継ぐことができたということです。失礼しました。で、これ草津白根山です。草津白根山、行ったことある人たくさんいらっしゃると思います。東京から来る時には相当分かりませんからね。で、これ、草津温泉行った時ついでに山頂の火口を覗くというのが、一般的な観光コースなわけですけども、この山頂に今見える青い湖、これが草津白根山の火口であって、そこに水が溜まっている火口と湯釜と呼ばれるものです。湯釜はこれ湯釜の展望台から撮った写真ですけども、残念ながら今この展望台に上がることはできません。それは何かというと非常に火山活動が活発になっていて、危険だということで火口周辺 の、 その規制がかかっているため、この展望台に今普通の人が上がることはできません。ですから、残念ながらこの綺麗な景色を見せていることはできないという状態です。これは上がその普通の写真ですけども、下はサーモグラフィーで撮った写真です。赤く囲われたところはこれは、周辺よりも温度が高い温度異常域です。火口の内側の壁に温度が高いところがあって、そこからガスが出ている。これは2008年に一番最初に小さな噴気が確認されて、それ以降どんどん広がっています。ですから今非常に活動が活発な状態にあるというふうなことがこういう映像からも分かるというふうに思います。それからこれがまさに我々化学屋さんの仕事で、これはその火口湖、湯釜という湖ですね。湯釜という湖は火口にあって、下から火山ガスが常に供給されていて、表面にはいろんなところに泡が出ています。ボコボコしているわけです。で、そうするとこの火口の水質は火山活動の影響で受けていろいろと変動します。これは私たちの研究室が過去50数年かけて続けてきたデータの一つになります。どの成分がどうだというのはここでは詳しく説明しませんが、我々が普段観測上注目している成分がここにこのグラフに登録されているわけですけれども、横軸が時間スケールですね、何年かというのがあって、縦軸はそれぞれの成分の濃度の変動を示していますが、例えば76年、それから82年、83年、3年に噴火しましたけども、その時に赤いこの高素色を変動しているのが分かると思います。それから1990年に噴火地震が起きましたけども、その時に青い成分が少し変動しています。で、現在どうなっているか、一番右端のところを見てもらいたいんですけども、赤い成分は青い成分も急上昇しています。2014年に噴発地震が観測されたことで、草津白根山は今、噴火警戒レベル2となっています。ですから皆さん、近くへ立ち入ることができないというようなことですね。で、噴発地震は収まりました。その時観測されていた地殻変動も今、停滞気味で、それ以上膨らむ様子はありません。ですけども、我々、化学屋の目からすると、明らかに火口の中の水質が大きく変化したままで、これはこのままでは済まないかもしれない。思うわけですね。ですからそういう意味で噴火警報は出されたまんまというのが今の草津白根山の現状なわけです。で、噴火警報が出ている火山、今本日現在、今日現在ですね、12の火山に噴火警報というのが出ています。日本の活火山は全部で110です。110のうちの12の火山に警報が出ている。これは活発化なんでしょうか。最近よく言われています。皆さん多分火山活動はあちこちで、噴火もこう最近目立ちますので、そういうふうに思われるかもしれません。ですけども、おそらくこれが普通の状態です。日本の火山というのはこれぐらいの活動は当たり前にあってしかるべきなんでしょう。ちょっとその前が静かすぎたんだと思います。で、この火山活動が活発化しているっていう皆さんの印象を、さらにこう呼び起こしたのが何かというと、おそらくこの2014年の御嶽山の噴火ではないかと思うわけですね。戦後最悪の火山災害というふうに言われるようになってしまいました。何の警告も警報もないまま噴火して登山客が63名巻き込まれたり、こういうふうな悲しい出来事があったわけです。で、この時何の警告も出せなかったことが火山の研究をしている、我々に
通行の極みなわけです。でこれは非常に社会的な大きな問題になりまして、ちゃんと火山の研究はやっているのかということが世の中で問われるようになったわけです。その結果出てきたのがこの言葉です。おそらくどこかで皆さん耳にされている、あるいは新聞で読まれているというふうに思います。火山学者は40人学級。これどういうことかというと、火山を観測研究している研究者は国内の大学では40数名しかいないということです。国内で大学で火山を研究している人は40数名。残念ながら実は私はこの40人学級には入れていません。なんでかというと、私は火山に研究所を持ってそこに住み込みで観測しているわけでもありません。そこに24時間監視の装置を置いて観測しているわけでもありません。私は通いの火山学者であって住み込みの火山学者ではない、まあ、ですから統計上は火山学者という範疇に多分私は数えられないわけです。ですけど私は火山を研究している。でこのなんで火山学者の数が足らないかというと、それは一つはやっぱり大きな予算です。選択と集中という言葉がよく言われるようになりましたけども、火山の活動というのはですね、まあ多くの方は数十年に1回、数百年に1回噴火するかと思います。噴火がない時っていうのはおとなしい火山を観測している。そうすると何の変化もないデータが続くわけですね。その何の変化もないデータに価値が見出されるかというと、多くの人はそこに意義を見出せない。そうすると観測所閉鎖して、人を減らそう、まあ、別に人がそこにずっと張り付いてる必要ないじゃないか、自動観測装置に並べておけば、まあ、いつでも24時間モニターできるよということで、どん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 この火山学者の世界が縮小していったわけですね。その結果として今40人学級と言われる状態にこうなっているということです。本当は何にもない時のデータを積み重ねて初めて異常なデータに気づくわけですね。ですから平地の観測ほど重要なんですけども、なかなかそれは理解されない。で、おとなしい火山を研究していっても、研究論文は書けないので、出世もできないということにこうなるわけです。で、さすがにこれはまずいということで、まあ、いろいろ社会的な声も大きくなってですね、40人学級から脱出しないといけないと、こういうふうな世の中の流れになりました。まあ、最大のそのポイントは、予算とコストをつけましょうということですね、研究予算をつけて、で研究火山観測所等をもう一回ちゃんと整備してそこに人をつける、火山研究所がいつもそこにちゃんと職を得られるようにこう確保していく、これがまあ重要だということです。当然これはやってもらわないと困ります。ですけども実際研究しているのは人間です。ですから人も育てないといけませんね。一回こう途絶えてしまったその人のつながりというのはなかなかこう戻すことが難しいです。ですから教育環境をちゃんとしなきゃいけません。火山学と出会える場をたくさん、いくら才能があったとしても火山学に出会うことがなかったらおそらくその世界には入ってきてくれないでしょう。ですからそういう場がないといけない。で実際そこに興味を持ってそういう道を選ぼうとしても、やっぱり火山というのは実学的なところがありますから、現場で観測を積み重ねて初めて経験によって得られるそういうふうな知識というのがあります。ですからそのためには実践的な学びの場が必要だということになります。ですから、まあ、お金もつけてコストも増えて、そして人を我々の力で何とかこう育てていこうというのが我々火山学者の今目指しているところなわけです。で私が最後に皆さんにお伝えしたいのは、火山を研究している人間というのはですね、本来そこに職があるから予算がつくから、研究予算があるからそこへ行ってみよう、あるいはあここでやるとなんか自分偉くなりそうだからここで、ちょっと研究やってみようと、そういうものでは本来ありません。私みたいに火山が好きで好きでしょうがないからこの世界にそういう人間を増やさないで、火山を研究することが非常に面白い楽しい、そこに喜びを感じるという人間を集めて、かつ火山を研究するということは一度火山が噴火するとそこは非常に悲劇的な災害を引き起こす可能性があります。その時には覚悟を持って危ないから全員逃げろ退避しろというようなそういう決断をしないでいる。危ないものは危ない、誰が言おうと私は危ないと思うんだからみんな逃げてくださいと言える勇気がないといけないわけですね。そしてそこの山を抱えている住民に寄り添って一生その火山を観測すると、そ
っていただきたいというふうに思っているわけです。ぜひともそういうふうな我々の後継者が出てきてほしいというふうに思うわけです。私は残念ながら40人学級には入れない通いの研究者かもしれませんけれども、私はそういう気概を持った火山学者としてこれからもあり続けたいというふうに思っています。どうも皆さんありがとうございました。